ああ、腹減ったー。くっそー、暑いぜ。リピート、敗北。ああ、あっち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 。しっかりしなさいよ、あんたたち。刺されたような傷でガスが騒ぐな、鬱陶しい。じゃあどこにも異常は。こんな傷治す価値もないわい。まったく弱虫めが。痛いよ、ちゃんとお薬塗ってよ。薬か、ほり薬じゃ。しよってからにビービー泣くな。今度は鼻くそじゃ。痛いよ。おじいちゃん、何やってるのよ、子供相手に。おお、猪熊。あれ、花園くん。おお、紹介しよう。こいつ俺のいとこの俊彦だ。実はちょっと怪我をしちまってな。こうして先生のお世話になったというわけだ。受け身もろくにでけんくせに試合なんぞに出るからじゃ。試合？実は今日こいつらの対抗試合があったんだが。へへへへ。俺は中途半端嫌いなんだよ。ああ、そうだろうとも。全く見事なくらい徹底的に半端じゃなかったよ。ライダ柔道クラブ先鋒田中幸太郎君、銀南柔道会先鋒梅本一郎君、ファイトだ。大外刈り、自分の胸を相手に押し当てながら同時に下半身のバネを効かせて全体重を乗せつつ、あレイレイ、大外刈り、自分の胸を相手の胸に押し当てながら、なんだっけ、大外刈り一本、ライザ柔道クラブ。予習しとけばよかった。勝負はこれからだ、チョロガッツだ。なこと言ったって。始め。嫌だな、マジになっちゃって。所詮遊びじゃないの。ねえねえ、さあ笑って笑って。うわっ、うわっ、ボールが反対、核兵器配達、助けて。こら、君、助けて。ちょっと、怖い。うわっ、うわっ、反則負け。まだまだ、これから大逆転だ。行け、トシヒコ、おじさんがついてるぞ。年引こう。ライザ柔道クラブ副将高井勝君、銀南柔道会副将石田裕次郎君。石田君、石田裕次郎君。
ライザ柔道クラブ不戦。ちょっと待った。3秒だ。この試合3秒で切りをつけてやる。いいから早く来たまえ。クラブ相良淳二君、銀弾柔道会外村真由美さん。元気出せよ。ネバーギブアップ。なんという体たらく。俺は猛烈に情けない。そう、麦なんだって。人生山あり谷ありってな。ねえ、そういう貴様らの反省のない態度は俺は嫌いなんだ。少しは真由美ちゃんの気持ちも考えてみろ。真由美ちゃん一人頑張っても貴様らがふざけてりゃどうしようもないだろうが。真由美だって今日負けたじゃないか。今度は必ず勝つわ。そう、その息だ。そうだ猪熊、この際こいつらのコーチをやってくれんか。バカモン、やわらは来たるべきバルセロナオリンピックに向けて柔道一直線の毎日じゃ。放たれ小僧の相手など一人暇はないわい。ああ、猪熊やわらだ。どっかで見た顔だと思ってたんだ。へえ、テレビで見るよりずっと趣味なんだな。そうか、このジジイがあのジジイか。なんだ、白衣なんか着てるから全然分かんなかったぜ。ジジイとは何だ、クソガキ。おじいちゃん、だっだっだっ、バカ力出しやがってこのクソジジイ。バカモン、先生と呼ばんか、先生と。無意見無意。なんだと貴様。こいつ、やめなさいよ花園くん。相手はまだ子供なんだから。しかし、少しは分別っても思ったよな、ガキじゃあるまいし。そうね。俺が白。何するのよ、この。待ちなさい。いい。白。どいてよ花園くん。バーバー、相手は子供なんだから。帰るわよみんな。それではどうもお世話になりました。おい待てよ真由美。待てよ。トイレさっさと行くんじゃねえよ。ああ、俺猪熊やわらのコーチ受けたかったな。みんなにも自慢できたのにな。何言ってんの？自分たちのことは自分でしなくちゃ。みんなで練習すればきっと強くなれるわ。そりゃどうかな。俺たち徹底的に弱いから。レジグネーション、諦め。お前歩きながら本読むやめろよな。読むか歩くかどっちかにしろよ。鬱陶しいんだよ。勝手にしろ。とにかく1に努力、2に努力。1ヶ月後にはまた大会があるのよ。小学生最後の大会じゃない。今度こそ順次よ、ライザの連中をぶっ飛ばしてやりましょうよ。
彼女の親父さんってのが警察官でな、毎週日曜日に熊野神社のイチョウの木の下で子供たちに柔道を教えてたんだが、1年前から病気で入院しちまってな。入院？以来子供たちも一人減り二人減り、残ったのはあいつらだけってわけだ。真由美ちゃん、自分が何とかしなきゃって一生懸命なんだよな。本阿弥グループは地球に優しい企業です。バカ言ってんじゃないよ。今まで散々キー切ったり排ガス撒き散らしてきたのはどこのどいつだ。さあ、本阿弥アワースペシャル24時間、続いては素晴らしい21世紀を迎えるためのコーナーです。はい、さやかさん、本阿弥さやかさん、聞こえますか。日本中の皆さん、本阿弥さやかです。私の登場を今かと待ちわびていらっしゃったことと存じますわ。誰も待っちょらしい。これよりご紹介しますのは、本阿弥グループの寄付によって運営されておりますライザ柔道クラブですの。ご覧あそばせ、この贅沢なロビー、吹き抜けの天井、素敵でしょう。設立趣旨は柔道を通して21世紀を担う子どもたちの健全なる精神と肉体を育成するという、とても立派なものですわ。こちらがトレーニングルーム。世界の最先端のトレーニングマシンを取り揃えてますの。ちょっとやってみましょう。こりゃまた愉快な。いかがです、このように素晴らしい環境で稽古に励めば、第2第3の本阿弥さやかになることも決して夢ではありません。柔道クラブは21世紀までに全世界にその支部を広げ、柔道によって世界を一つに結びますの。まさに柔道は世界を救うですわ。こんなもんで地球が救えるんなら、わしなんぞすでに100は地球を滅亡から救っておるわ。それよりどう、おいしい？あ、うまい。なかなかのもんじゃこの焼き飯。焼き飯じゃないもん、パエリア。スペイン料理なのよ。3時間もかかったんだから。パエリアだかマラリアだか知らんが、料理にそんな時間をかける暇があったら1分1秒でも多く稽古をせんか。まったく近頃のお前ときたら余計なことばっかりにエネルギー使う。ああ、そう、いらないのね。ああ、待て、まだグッとる最中。おじいちゃんみたいに小言ばっかり言う口には合わないみたいだから。いや、なかなかうまいぞこのピラニア。絶対耐えあげない。いや、待て、怒るなって。あらあら、どうだ。あら、痛い、あら、入ってんだろ。ギブ、しない、ギブ、ちょい、痛い、離して、離せ。痛い、ギブ、したいって。いい加減にして。試合まであと1ヶ月しかないのよ。こんなことでライザに勝てると思ってんの。練習なんかしたって無駄だよ。俺たち弱いもん。もういい。え？勝手にしたら。ちゃ、なんだよヒステリー。僕、そろそろ塾の時間だから。あ、俺もそろそろ出前手伝わなきゃならないんだ。へっ、何よあんた、早く行っちゃいなさいよ。毎度あり。
今回の優勝は真由美。来たのよ。ここはあんたの来るような場所じゃないでしょ。別にただ近道しただけだろ。のこのこ現れないでよ。父さんが入院したくらいでライザなんかに行っちゃって、この裏切り者。そんなんじゃねえよ。じゃあ何なのよ。いいだろう、なんだって。いいけどさ、それで強くなって喜んでるわけ。よかったわね。引っかかんなよ。言っときますけど、こないだの試合はちょっと調子が悪かっただけなんだから、私が本気を出せば。何度やったって同じだよ。だったらここでもう一度勝負しましょうか。バカバカしい、女なんかと勝負できるか。なんですって。なんだよ。よくも言ったわね。今勝負しましょうよ。どうせよ、ふざけんなよ。負けるのが怖いんでしょ。そんなんじゃねえよ。あんたみたいなやつが銀なんから出てってくれてよかったわ。いや、ガキのくせにブラジャーなんかしやがって、うわっ、ペチャパイのくせにブス、うわバカ、うわチッキーショー、許せない、絶対投げ飛ばしてやる。ダメ、もっと脇を締めて。ほら、もう一回脇を締めて、腰を落として、さあ、やってみて。うん、ずっと良くなった。人参を残してはいけませんよ。人参には 100g 中 1.2g のタンパク質、 39mg のカルシウム、 400mg のカリウムと 0.07mg のビタミン B1 が含まれているのですから。はい、お母様。あなたのおじい様は経済学者、お父様は外交官、お兄様はお医者様、お姉様は弁護士として、それぞれ立派なお仕事をしていらっしゃいます。あなたも梅本家の一員として恥ずかしくない人間になるのですよ。はい、お母様。それから柔道は構いませんが、あくまで勉強をするための体力をつけるのが目的です。あまり夢中になってはいけませんよ。はい、お母様。終わったな。何も
かも。ええ、何もかも。あとはタイミングを見計らって夜逃げをするだけだ。まさかあなたの会社が倒産するなんて。ああ、その上お前の両親の借金まで背負うことになるとは。その上あなたが競馬に手を出すなんて。ああ、その上昨日は車まで盗まれた。その上あなたのお父様が腸捻転で倒れるなんて。ああ、一昨日は犬に噛まれた。その上だー、もういい加減にしてくれよ。なんだってうちはこうも暗いんだ。人生あまり足りないだろ。そのうちきっといいことあるさ。いや、裕次郎、これだけは覚えておきなさい。人間誰しも越えられない壁がある。一度谷に落ちた者は一生谷底で暮らすしかないんだ。鏡が不吉な。けっ、くだらねえ。ああ、茶柱だ。茶柱か。倒れた。今日の稽古はこれまでじゃ。ありがとうございました。さてと、メシメシ。おじいちゃんたらムキになって稽古するんだから、本当にもう、すり傷ありますね。やっぱりたくさん稽古してるんだ。そうなの、半袖着ると目立っちゃって。恥ずかしがることないじゃないですか。一生懸命やってる証拠ですもの。そうかな。すごいですよね、子供の頃から立派なおじいさんに英才教育受けて。理想的な環境ですよね。そうかな。私の父も柔道教えてるんです。今は入院してるけど、なんとか試合に勝って喜んでもらいたくって。そう、私柔道やってる時が一番好き。みんなだって本当は好きなのに、でも頑張ってもどうせ勝てやしないって思い込んでるから、わざとふざけて。みんな自信がないだけなんです。やわら！いつまで入っとるんじゃ、ふやけるぞ。どい！何が理想的環境よ。そうか、負けちゃったか。うん、でも大丈夫。今度の大会には必ず勝つわ。この間の試合だっていいとこ行ったんだもん。みんな一生懸命練習してるし。そうか、それはよかった。中学に入ったら男女別々の試合になる。今度の試合が真由美にとっていわば最後の試合ってわけだ。そう、最後の試合。頑張れよ。うん。ねえ、本当にいいの？練習行かなくて。バカ野郎、花の夏休みに柔道なんかしてられっかよ。そういや逸郎、お前塾は？ははは、お前俺よりバカなんだな。名前書いたら目の前が真っ暗になって、気がついたら終わりのベルが鳴ってた。徹夜でもしたのか？いや、体調には気を使ってるから。プレッシャーってやつだな、きっと。ねえねえ、ちょっと。なんだよ。ライザーだ。来るぞ。ビビるんじゃねえよ。よー、弱
弱虫どもがガン首揃えてゲームとはな。相変わらずダサい格好してるぜ。おい、情けねえ面しやがってよ。お前の父ちゃんの会社潰れたんだってな。なんだったらうちの会社の便所掃除くらいやらせてやってもいいんだぜ。なんだと。待ってよ、お前んちはラーメン屋だってな。出汁は猫の死体から取ってるそうじゃねえかよ。そうね。ザ・プリンスプル・オブ・ノン・レジンスタンス、無抵抗主義。いらっしゃい。なんだよ、おめえか。出前手伝おうか。ほほ、珍しいな。そこの岡持ち、三丁目の玉川さんまで持ってってくれ。なあ、父ちゃん。うちのラーメンうまいよな。当たり前だ。毎朝2時から仕込んでる特製スープはどこにも真似できねえ。ほれ、もたもたしてねえでさっさと行ってこい。麺が伸びちまうぞ。うん。なあ、俺たち弱虫か。そんなにダサいか。情けねえ面か。ああ、面白くもね。出前とは感心感心。かっこいい自転車頑張ってね。おっせえな、ほら押してやるよ。うわうわうわ。みんなもねえな。お笑いだぜ。さっさとうせな。どう、おいしい猫だしラーメン。この野郎。あゆみちゃん、どうしてるかな。行ってみるか。うん。チョロ。大丈夫か、チョロ。悔しい。うちのラーメンうまいのに、あいつらバカにしやがって。チョロ。一体なんて奴らなの。ちくしょう、ライダーの連中卑怯な真似しやがって。一体四なんてずるいよ。フェアじゃないです。うちのラーメンうまいんだ。もう怒ったぞ。あいつらギッタンギッタンにしてやる。情けない面って言ったこと、ごめんなさいって言わせてやる。ダサいって言った言葉、訂正させてやります。うちのラーメンうまいって言わせてやる。そうよ、その意気よ。みんなで頑張ればきっと強くなれるわ。そうでしょ、やわらさん。うん、よし、頑張ろう。みんな、強くなってライトなんかぶっ飛ばそう。
もたもたしない。帰ろ。こんな時間までどこを突き歩いてきやがったんだ。柔道だもめ。そんな腹っぺらしの真似いつまでやってやがんだい。でいち、おめえみてえなチビが勝てっこねえだろ。まあ、たしんこちゃん、こんな大怪我をして。あなた大変よ。トシヒコちゃんが大怪我を。お願いトシヒコちゃん、もう柔道なんて野蛮なことやめて。ママは初めから反対だったのよ。いいじゃないか、トシヒコも男になろうとしてるんだ。なんですってあなた、よくもそんな無責任なことを。トシヒコちゃんにもしものことがあったら一体どうするんです。伊沢でございます。もう逸郎くんのお母様。ええ、最近逸郎の様子がちょっと。何か心当たりありませんかしら。やっぱりうちもなんですのよ。問題ですわね、これは。どうしましょう。はいはい、そうなんですの。うわっ、うりゃこれ、うっ、うりゃ、うわっ、うわっ、やわらさんがコーチを。ひ弱なヒナども育て上げ、ライザーとかいう大鷲に真っ向勝負を挑むつもりじゃ。ライザー？ライザーってあの本阿弥グループの寄付で運営してるあのライザーのことですか？はっはっは。今からお嬢様の歯ぎしりの音が聞こえてくるわい。ふり。大手じゃ。なるほど、さしずめ猪熊柔対本阿弥さやかの代理戦争ってわけか。こりゃ面白い。ちょっと取材に行ってきます。あら待て、逃げるな松田。こら、みんなしっかり頑張って。疲れたよ。この程度のことでへこたれちゃダメじゃない。あんなにバカにされて悔しくないの？ギッタンギッタンのぐっちゃんぐっちゃんにしてやるんでしょ。そう思ったけど、こんなにハードとは。死ぬ死ぬ。やれやれ、こりゃひよこどころか卵だな。松田さん、もうジュンラーメンまずくていい。やっぱり勉強は第一優先だぞ。ママも心配してるしな。夜逃げしようかな。こら、いい加減にしろ。お前ら男だろうが。ねえ、この際うちで合宿しない？本当？いいんですか？うん、そうすれば集中して稽古できるし。ゲー、死ぬ死ぬ。来ないわね。いきなりやりすぎたのかしら。みんな諦めちゃったんです。ねえ、私たちだけでも練習しようか。はい。チワース、ライライケンです。出前持ってきました。へへ、ジョロ、こんばんは。2週間分の勉強のノルマしっかりと終えてきましたからね。女を泣かせるわけにはいかないもんな。みんな
尾巻いて逃げ出すかと思ったが、こいつは案外いけるかも。トシヒコちゃん、いつの、お母様、ママ、何なんだあんたたちは。なんだもかんだもねえよ。おい、チョロスケ、親父、え、ユージロー、運命に逆らうな。トシヒコちゃん、こんなところで柔道なんかやってる場合じゃないでしょう。バカ野郎、店の手伝いにしねえで、この親子もが消えるんだぞ。うちのラーメンバカにされたんだよ。悔しくねえか、おじやじ。その言葉に惑わされんじゃねえよ。どうするの。さあ帰りましょう。塾に行かなくては。トシヒコちゃんも早く帰りましょう。さあ、イツロー、トシヒコちゃん、ほら、俺帰らないからな。ユージロー、やだよ、俺も、僕も、僕も、トロー、ユージロということが聞けねえってのか。さあ、ケリったらケリ。お願いします、もうすぐ試合なんです。みんな頑張ってるんです。合宿させてください。あなたね、あなたたちが子供たちをそそのかして、トシヒコちゃんがこんなに反抗的になるなんていいじゃないか、トシヒコも男になろうとしてるんだ。あなたは黙ってらして。えらい、おじいちゃん、こう思う親の気持ち、わしゃ痛く感動した。わしが西音の志を抱いて山形の実家を出たのが19の春。あの時ですら、わしの親は我が子を手放す悲しみに真珠の涙を流したものじゃ。ましや、お前らはおしめも取れたばかり、蒙古藩もまだ消えぬガキンチョ。親たちが心配するのも無理はない。まさに親鳥が雛をかばう心情そのもの。そう、その通りです。そこでじゃ、特別にお主たちにもここで合宿することを許してやろう。子供たちと共に柔道に励めば、三段腹もへっこむぞ。な、何じゃバカな。そういう問題じゃないでしょ。それが嫌ならとっとと出ていかんか。ここは神聖な道場じゃ。柔道せんやつに用はないわ。おじいちゃん、テレビのトレンディードラマ。
本阿弥グループの超成金施設で育成されたライザ柔道クラブと、昔ながらの稽古で心身を磨いている銀南柔道界の激突。こんなつまらない記事を書いているから、いつまでたっても三流新聞なんですわ。ライザがあんな小娘の率いる貧乏臭い柔道部に負けるわけないじゃありませんか。そうですわよね、コーチ。ご安心ください。あんな連中、万が一にもうちが負けるはずはありません。当然ですわ。で、もちろん分かっていらっしゃるわね。はあ？もし万が一の時には、万が一の時にはこれですわ。へ、首ですか。それ！いよいよ明日だね。ああ、宿命の対決ってやつだ。本当に強くなったのかな。勝てるでしょうか。大丈夫、自信を持って。みんな強くなったわ、自分で思っているよりずっと。ただいまよりライザ柔道クラブ対銀南柔道会の対抗試合を始めます。何度やったって同じだぜ。また泣いたって知らないぜ。はっ、その言葉そっくりお前らに返してやら。お前らこそ追いづらかくなよ。順次、あんたには負けないからね。レイファイトだ、銀南。ガッツ出せよ。ライザ柔道クラブ田中君、銀南柔道会梅本君。一郎君、右足が畳につく瞬間よ。大丈夫、きっとうまくいくわ。レイ、右足が畳に…行け一郎。ぶちかまさ。軽い軽い、そんなやつ小指一本で投げ飛ばせ。始め。右足が畳につく瞬間、右手を相手の後ろに押し、左手は真下に引き下げる。うん、相手の右足が畳につく瞬間、えっ、技あり。やったー、すげえぞ、一郎。頑張れ頑張れ。この相手、何やってんだ、そんな相手に。始め。一郎くん、大丈夫？よくやったぜ、一郎。悔しい。テストで0点取った時より悔しい。一郎。
ライザ柔道クラブ鈴木くん、銀弾柔道会伊沢くん。よっしゃー、根性でいけ星彦。いい、とにかく寝技よ。大丈夫、たくさん練習してきたんだもん。自信を持って。うわっ、としひこも男になろうと。なんですって、あなたがそんなだからとしひこちゃんがこんな目に。たかし次郎さん。先生、ニワトリが今まさに大空に向かって飛び立とうとしておるところじゃ。これでも食らいながら静かに見物せんかい。ニワトリが空を飛ぶ。としひこ、頑張れ、めっちゃ年のこっちゃ。やめて、離すな。一本、それまで。やった、いい感じ。飛んだ、年ひこちゃん。ライザ柔道クラブ若松くん、銀南柔道会平岡くん。頼んだわよチョロ。任せとけって。はじめ、行くぞー、ラーメンのガラキ。おりゃー、頑張れ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 、今よ。おりゃー、ゆうこ、なかなかやるんじゃねえか、うちの坊主。バカ野郎、何やってんだ。あれで行け、あれで。わざあり、汚れよ。反則かもしれんがの、偶然かもしれん。なに、そんな野郎ぶん投げちまえ。いけ、耐えろチョロ、踏ん張れ。なかなか頑張りよるわ、あのチビスケ。あったぼよ、なんたって俺の息子だからな。これから坊主のすげえとこたっぷり見せてやる。ああ、そりゃ残念じゃ、ぜひ見たかったの。何、それまで。ライザ柔道クラブ若松くん。なんじゃと、この野郎、うちの息子がこれから反撃しようって時に延長しろ、延長。まあまあ平岡さん、壁ですよ壁。レイ、しかしよく頑張りましたよ息子さん。もちろん、うちの息子もラーメンも最高でさ。くそ、よく頑張ったわチョロ君。そうよ、この敵は必ず私と裕次郎が。裕次郎、裕次郎君、石田裕次郎君はいませんか。裕次郎君。あのバカ、ライザ柔道クラブの付箋。ちょっと待った、一本だ、この試合一本で蹴りをつけてやるぜ。うわー、うわー、
バカの一つ覚えじゃの。落ち着いて相手をよく見るのよ。技あり。カメラ、カメラ、カメ、カッコつけとるからじゃ。決まったな。高いの抑え込みを外せるわけがない。壁だ。諦めろ、裕次郎。うるさい。俺は諦めが悪いんだ。壁だよ、壁。壁なんか。壁だよ。壁なんか。壁。壁が崩れた。バカな。はじめ。バカ野郎、さっさと決めろ。やりますな。お見事。一寸の虫にもゴムの魂じゃの。ライザ柔道クラブ相良君、銀南柔道会外村さん。分かってるな順次、俺はお前を一番信頼してるんだ。ライザから受けた恩を忘れな。大丈夫、きっと勝てるわ。練習の時のタイミングを忘れないで。レイ、はじめ。勝負互角じゃんの。あと30秒。もういい順次、下手に攻めるな。までじゃな。あれでは手の出しようがないわ。それでいいんだ。勝つことだけを考えろ。Thank you.
逸郎。さあ帰りましょう、塾の時間ですよ。俊彦ちゃんもこんな危ないこともうママこりごり。さあ行きましょう。俺たち最高だぜ。イエイ。よし。蹴飛ばして。